痩せるために運動ばっかり皆さん頑張ってると思いますけども、実は脳もカロリー使うってご存知でしたか？糖分が足りない時に頭が回らないなっていう経験、多分誰でもあると思うんですけど、取ったエネルギーの7割が筋肉、2割が脳がカロリーを消費してるんです。今回は頭も体も同時に使うので、カロリー2倍使うことができます。頭を使いながら運動するっていうメリットが、疲れを感じにくいっていうところにあります。体を動かしてると疲れますよね。だけど頭使ってると、体の疲れを感じる前に頭が違うことに働いてるんで、疲れ感じにくいんですよ。そこで今回は私の動きを真似するだけ、立って行います。一緒にやってみてください。1分を3種目行うんですけども、30秒後からメニューが変わります。見ながら真似してください。手と足を同時に上げます。残りの30秒で入れ替えていきます。こういう感じやっていきましょう。スタート。両方上げます。手と足同時に動かしてください。残り30から動きが変わります。真似してください。まずはこの動きをしっかり覚えて、残り30で動きが変わります。いきましょう。下ろす、上げた方の足を下ろす。どうですか皆さん、手足一緒に上げちゃダメですよ。足上げるときに腕を下ろします。しっかり頭を使いましょう。今回は体よりもね、頭を使ってください。次は右足を後ろに回しながら腕も回す。こういう感じ。これを30秒後から反対に変えます。これ超むずいですからね。頑張っていきましょう。スタート。真似してください。まずは手足後ろ、ちょっと足後ろに回すの難しいよっていう人は、前に上げたの後ろに回して、こうやって、これを30秒後から手を前に回していきますよ。よっしゃ、来ますよ。マジで危ないから、難しいですからね。頑張ってくださいよ。手を前に変えますよ。はい、前に変えて、足は後ろ、手は前。皆さんどうですか、できてますか？手足後ろに回しちゃダメですよ。足は後ろ、手は前。やばい、危ない。足は後ろ、手は前。はい、オッケー。じゃあラストです。足を後ろに折りたたみます。手も足も後ろ、途中から手は前に変えていきます。さあ行きましょう、ラスト。スタート。まずは手足同時に後ろ、途中から足と同じように手を前に動かしていきます。さあ皆さん、心の準備はいいですか？そろそろ手を前に変えますよ。はい、行きましょう。前。そうそうそう、足を後ろで手を前。できてますか皆さん？できれば手を1回ずつ戻して、どうですか？何度もできるようになるまでやってくださいね。はい、 OK です。これができるようになるまでね、有酸素運動として何かの動画の後にやってください。ご視聴ありがとうございました。